出川哲郎スノーマン向井工事200万超えの自転車に市場長高額商品購入者生み出す職人に迫る。タレントの出川哲郎が9月1日放送のカンテレバラエティ出川哲郎のミリオンバイヤーベイビーコ7-00関西ローカルで MC を務める。世にある100万円超えの商品を買う人物ミリオンバイヤーを紹介。 一体どんな人物が何のために購入するのか。人物像を出川、ゲストの古藤ゲージ、バイキング、藤本美希、向井浩二、スノーマンがスタジオで推理。密着 VTR では、100万円超え商品の裏にあるバイヤーたちの情熱や、超高額商品を生み出す職人たちのこだわりに迫る。石川に存在するという奇跡の武道。 宝石のように輝く一粒一粒は、その大きさ、色味、甘みの全てが均等と言われ、一望の値段はなんと100万円を超える。そんな、まるで芸術品と称される奇跡の葡萄を過去最高額160万円で落札したミリオンバイヤーに迫る。その胸に抱えていたのは、桁はずれの日本愛だった。